現在の時刻は夜の11時です。現在晚上11時、ここですね、グーベのカルフールですね。もう現在在グーベだジャルフだというね、先ほどまでですねここの辺でちょっと食事をしてました。今終わったんですけども、結構夜遅いのでもうこう見てしまってますね。このカルフールのこうトゥイメンのところなんですけども、なんか結構店が多いですね。あとこの上の方、中国語の学校とかあったりしますね。私昔ここに勉強に来てたことあります。それでは今日ちょっとこのスイチェンルーを歩いていきたいと思います。ここはイェンアンルーとスイチェンルーの交差点ですね。このカルフールはフランスの資本が抜けて数人の資本が入ったっていうことで、なんか数人の看板が出てますね。さっきまでちょっと日本のあるマスコミですね、マスコミの方らと食事してました。まあ私なんか別に個人でやってる YouTube なんで適当に何でも撮れるんですけど、まあマスコミの方はいろいろまああるみたいですね。会社の方針とか、あと昔はですねマスコミの人が取材に行くというと必ず中国の政府の人がついてきたみたいですね。今はもうそんなことなくて割と自由に取材できるみたいです。なんかそういう話とか聞いて、あなかなか面白いなと思いましたね。信号が変わってしまったのでなかなか渡れないです。ちょっとスイチェンナンルート、これ見えるかなあとイェンアンシールの交差点ですね。見えないかな、これちょっと暗いから。向こう渡ってもいいんですけど、ちょっとこっち側の方が渡ったとこ明るいから、明るい方行きたいんですよね。赤信号を渡ってくる人もいるんですけど、一応私は法律を守りたいと思います。ここは本当日本人の多いところなんで、あそこもなんかクラブ赤坂とかってカタカナで書いてますね。クラブって日本人が行く店なんですかね。まあメリーファーっていうマンションですね。ここも結構日本人が住んでたと思います。まあ、夜遅いんでちょっと暗いですけど、この周り撮影していきましょうか。これはファミリーマートですね。私もこの辺ほとんど来ることないんで久々に来ました。ここは75号コーヒーって書いてますね。この時間やってるんですかね。なんか一応電気はついてますね。何時までやってるのか、相手はないけど夜遅くまでやってそうっすね。
じゃあ銀行とかマッサージ屋。なんとかクラブって書いてますけどね、これ。何の店ですかね、これ。よくわかんないですね。ここは輸入食品の店。で、じゃあ閉まってますけど、スターバックスですね。この裏に日本食のスーパーみたいなのがあったと思うんですけどね。あ、今通っていったのはあの日本人ですね。この辺はやっぱ日本人多いっすね。あそこはあれ、ショッピングモールですね。昔、なんとか広場って言ったとこ、星空広場でしたっけ？なんか忘れましたけど、広場がなんか2つぐらいあったんですね。今それが1つになって、でかいショッピングモールになってます。アリババのアマがあそこにありますね。ここはスイチェン、あ、スイチェンルーとホンチャオルーですね、この道は。これ OFO の自転車の残骸がありますね。もうこの会社倒産しましたけど。でもショッピングモールももうマクドナルド以外は閉まってる感じですね。あ、でもマクドナルドもこれもう11時までみたいですね。なんか店によっては結構24時間やってるマクドナルドもあるんですけど、まあさすがにここで24時間やっても無理ですかね。これスイチェンルーの駅ですね。15線。
なんかさっきあったマスコミの方が、まあ私が YouTube やってるということで、ちょっと興味持って YouTube の話を聞きたいということでしたね。まあでも上海で YouTube やってる人も結構いると思うので、まあ私なんかそんな大した YouTube じゃないんで、どうなんかなと思ったんですけど、まあまあでも話面白かったですね。私は逆にそういうマスコミの方の取材とかどういう風にやってるかっていうのを聞けてすごい良かったです。ただまあちょっとここで話していいのかどうか分かんないので、もう内容は言わないですけど、なかなか面白いですね。興味深かったです。こっちはこれ住宅ですね。この辺の店も全部閉まってますね。こっちが道の向こう側はあんまり昔と変わってない感じがしますけどね。もうちょっと行くと太陽市場があるんですよ。最近 YouTube のライブ配信もよくやってるんですけど、なかなか VPN の調子悪いですね。そういえばあれですね、マスコミの方はすごい高いVPN に加入してますね。あれ1ヶ月いくらって言ったかな、日本円でなんか1万円以上したと思います、 VPN だけで。私入ってるやつって1ヶ月1000円もしないですからね。いいやつ入らないとちゃんと繋がらないかなと思いましたけど、まあただライブじゃなくてこの録画した動画をアップするのは時間かければアップできるので、まあそれでもいいかなと思います。ただなんかせっかくライブ配信やってて皆さんと交流してるんですけど、突然切れてしまうんで申し訳ないなぁとも思ってます。あとあれですね、なんかライブ配信やるとバットボタンがめちゃくちゃつくんで、まあ私がしょうもない話するより街歩きとかやった方がいいのかなとも思いつついや話しても話が特に面白くないですからね。まだこう景色撮りながら話してるとまだ聞いてられるかもしれないですけど、家で座って喋ってるとまあ面白くないですからね。なんか始まった瞬間もバットボタンブワーっていっぱいつくんでちょっとやっててどうなんかなって思ってます。あ、ここが太陽市場ですね。まあ今さすがにこの時間閉まってますけどね。この道昔はここ屋台が夜中になるとすごい屋台が並んでたんですけど、今もうないですね
ここはあれ本宮ルーですね。なんかこっち行ったとこも結構なんかバーとかありますね。まあ私お酒飲まないから全然行かないですけど、水泉ルーですね。まあ、全部なんか店閉まってて真っ暗ですね。まあ、この動画を撮ってる今日っていつでしたっけ。ちょっと今日の日付見ます。10月23日ですね。来週あれですね、 G フーバーをアリペイの運営するアントグループの IPO の価格が決定して、いよいよ IPO が始まるということで楽しみですね。まあその後11月11日のセールもあるし、まあアリババがちょっと盛り上がる時ですね。あ、そうか、そのそうか、アントの IPO があって、その後多分アリババの第3四半期の決算発表もあるんですね。それから11月11日と、ちょっと3つ大きなイベントがありますね。アントグループのこの時価総額なんですけど、2300億とか言われてたんですけど、今またなんか4000いくらとかって言われてますね。どんどん評価が上がってますね。これ何ですか？耳の店。耳の掃除ですか、あれ。耳かきの店。じゃあこれは携帯電話の店、明るいっすね。ファーウェイの店か。さっき、うん、そうっすね。ここは果物屋さん、明るいっすね。果物屋さん、あれ、これ道渡れないっすね。ここ回っていかないといけない。あれ、これ渡れないからこっち行って、これって、あ、戦車ルーか。戦車ルー、じゃあ、ある渡ってます。
店多いです、多いですし、夜でも結構開いてますね。ザリガニの店ですねこれ。ロンシャーって書いてますね。じゃあホテル、これビジネスホテルですね。ここからまた店がしばらくなくて暗くなります。もともとこの辺もなんか小さい店いっぱいあったんですけど、全部もうなくなってますね。こういう路面店って基本的になかなか、なんか建築の許可を取れてないのにやってたみたいで、それを理由に潰されてるんですね。今時電話ボックス使う人いないでしょうね。電話ボックス撤去するのも お金かかるから、もうそのままほったらかしですかね。でもさっき食べた日本料理屋さんかなり美味しかったですね。なんか家庭料理っていうか日本料理屋だったんですけど、良かったですね。あとそのマスコミのところで働いてた上海人の女性も2人なんか来てくれたんですけど、日本語めちゃくちゃ上手ですね。まあ当然ですよね、日本のマスコミで働いてるんですからね。あそこ累体ホテルなんですけど、あのホテルなんか海外から来た人の隔離用のホテルになってるみたいですね。Thank you.
うわ、マオタイルーですね。マオタイ獣のマオタイですね。またここも果物屋さん、明るいですね。デリバリーの配達員ですね。お酒の店。うるさいですね、マフラーの音。ホテルですか。綺麗ですね。すごいおしゃれですね、このロビーが。外で肉切ってますね。
ここはスイチェンルーとテンシャンルーの交差点ですね。そう、なんか全部工事してますね。この辺は全部こうマンション群ですね、巨大な。こっちもずっとこのテンシャンルーを渡ってまっすぐ行くとチャンニンルーがあって蘇州川ですね。せっかくなんで蘇州川のとこ歩いていきたいと思います。蘇州川のとこ行くの久しぶりですね。変わらず信号が長いですね、これ。これ両端は右も左もマンションですね。ちょっとしばらく暗いですけど、あの蘇州川のとこまで行くとまた明るいかな。じゃあマンションの入り口で、反対側も別のマンションの入り口ですね、これ。
ここはスイチェンルーですね。スイチェンルーの本当すぐ横が総集川なんですけど、もうちょっと早い時間に来れば向こうライトアップされてるのがあるんですけども、ライトも何もないですねこれ。真っ暗ですね。ちょっと中山公園の方に歩いていきたいと思います。真っ暗ですねこれ。なんか JW マリオットって書いてますね。確かもうちょっと行ったらグーベルートの交差点のはずですね。人いないですねやっぱ夜中は。夜いいですね、人少ないから。昔から結構夜型ですね。まだでもまあ最近は年取ったせいなのか夜 寝たくなってきましたけど、若い時とか本当夜中起きて昼寝てましたからね、ずっとそういう生活をしてました。朝6時から寝るっていうような。日本にいる時どこに、そうですね、若い時は車で夜走りに行って朝戻ってきてそのまま風呂も入らずに寝てました。今はもう考えられないですね。この蘇州川の向こう側は会社がいっぱいあるんですね。オフィスビルが結構多いですね。あそこちょっと光ってんの日本見えますかね。ではジンシャージャンルーの駅ですね。そうか、ブベルの前にここがフーロンジャンルーですね。フーロンジャンルーの交差点。これフーロンジャンルー。で次の交差点があれグーベルーですね。グーベルーですね。グーベルー。ここはちなみにチャンリンルーですね。ちょっと食事食べ過ぎたんでこうわざわざ遠回りして歩くのがちょうどいいですね。最近本当ジムに全然行けてないな。ジムに行かないといけないです。家でちょっとだけ懸垂とかしてるんですけど、やっぱあのジムの重いやつ持った方が体には効きますね。そうですね、そこはグーベルーですね。
このあんまり人のいない静かな道歩くのがいいですね、夜中。いろいろこう考えながら、考えがまとまりますね。グーベルですね。こっち行ってローシャンガンルーの駅行ってももう多分地下鉄やってないですね、まあ、向こうの交差点からちょっとタクシーで帰ります。そうか、地下鉄もうないですもんねこの時間。これバーですか、日式のバーですか。誰もお客さんいないですこっちもバー、ここはジムですか。明るいですね。ペットショップですか。パンダの家って書いてますけど、ペットショップですねこれ。なんかこれ猫が、これ猫ですか。いっぱい動物いますね。
な、ギヨンって書いてますけど。ちょっと夜遅いしもう疲れたんで、今日ここからタクシーで帰ろうと思います。皆さん最後にグッドボタンを押してください。ありがとうございました。もう現在ダチャフィジャーシェシェダジャーザイジャー。今南京東路の道のところでですね。